はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、これね、広島呉旅行の、動画シリーズですございますが、今回はですね、ちょっと広島市とも呉市とも違って、江田島市というところですね、広島県江田島市の海軍兵旧海軍兵学校ですねを見てきましたよという動画でございます。ということでですね、江田島のですね、旧海軍兵学校、今ですね、海上自衛隊幹部候補生学校第一塾科学校となっておりますね。ということで、早速中に入っていきます。最初にある門のところに受付があって、まあ、住所と書いてですね、で、動画撮影とかできますかって言ったら、写真はいいんですけど、動画は、ご遠慮くださいってことでしたら、今回は全部、全編写真でのご案内になります。で、入っていくと、まあ、こんな感じですね。もう、壮な感じでですね、もや。いい場所じゃないですか。で建物ね、なんかね、昔からあるんだろうなっていう感じの建物がいっぱいあって、これね、これ結局ね、何の設備かわからなかったっけ、上にね、なんか、案内用のね、ラッパみたいな、ね、やつもついておるというようなところで、最初に案内されたのが、ここですね、まあ、待合所とを兼ねてある、売店とかがいろいろ入っておる建物なんですけど、ここは比較的新しい建物ですね。ただ、作りはね、すごく立派な、作りでしたけど。ということで、この中に入って、ちょっと、ね、ツアーが開始する前、ツアーなんですよ、これ。中をこう、ぐるぐる適当に見れるんじゃなくて、こう、みんなにまとまっていきますもんで、お待ちくださいと。しておったら中に、そんって置いてあるのがこれですよ。戦艦大和の200分の1スケールの模型ですね。しかもこれ、よく見てもらうと、沖縄の特攻時の状態での、偽装にしてあるというですね、のっけからこれですよ。入って最初の待合室でいきなりこんなのが置いてあるという、おやおやおやと。実際これ、第72期ということは、おそらく、昭和15年とか10ね、多分ま末期ね、大東亜戦争末期の頃だと思いますけど、確か卒業生の方が作られたということなんですね。で、こちらは E16 ですね、以降第16潜水艦ということで、まあ、いわゆる E16 ですね、潜水艦です。潜水艦はこの大きいやつですよ、このグレーのやつが潜水艦で、上に乗っておる、ね、よく見かける、私たちが見るような形のこれは、潜水艦ではなく、艦これでいうところの、砲氷敵ですね、になってますということですね。ツアーが開始になりました。実際にですね、こんな感じでですね、ゾロゾロと行くんですけど、まあ、見ての通り、この写真でお察しください。ね、いわゆる、カンコレの、イベント感は全くゼロです。もう、一般の、ね、方がブザーとおるという感じですね。ね、年齢的にもね、分かりいただけるかなと思いますけど。ということで、前に映ってる方がね、ご案内していただいた、自衛隊の方なんですけど、奥に見える山はこれ、古高山ということでね、わずか山でも、重々古高ね、観光ででもね、よく知られてる。古高の名前の由来になってる山ですね。ということで、この古高山。で、横にあるのが、この、大講堂があるんですけど、いわゆる、入学式や卒業式を行うためのところ。ですね。もう草原な石造りで。これ、ちなみにこれはですね、表側なんで、天皇陛下が、来られることもあるということで、すごい造りになっておるということですね。で、これは、その石造りのところですね。実際に、すごい壮大な造りで。当初の目的だから、これは、ね、そういった卒業式等のセレモニーを行うように作ってあるという。まあ、そのために作ったっていう建物。なんですけど、すごい作りが全部石造りなんですよね、これ。で、大きさ分かりますかね、人の大きさがね、こんな感じで、それに対してこの大きさですね、石造りだけですんごい高くて、これ大正時代に作られたっていう話でしたね。すごい壮大な、作りなんですよ。で、中に入っていくと、うん、こんな感じと、どんどんと入っていくんだけど、門のね、大きさもね、もう大きいですもんね。門だけでもこれ、5メートルとかね、それ以上あるんじゃないかなというような、5、6メートルぐらいね、あるような大きさですもんね。これは相当な、あれなんですけど、中に入るとまたすごい。まあ、ね、もう言葉で表せない。もう壮大な、なんか映画とかで見たことがあるようなね、シーンじゃないですか。これすごいですね。実際に、ここのところで、卒業式とかやるときに、特に戦前とかですと、天皇陛下が、お越しになられて、お言葉を賜られたり、ということもあったという、すごい特にところなんですね。で、
実際これ上なんかでもね、あの席があります。これはあの貴族の方とかが、座れるように、貴賓室みたいなですね、が作ってあると。で、上のところもですね、照明とかもすごく凝ってます。これも実は、もう建造当時からのまんまらしいです。で、これ照明もあの全部あの、あれですね、船の舵ですね、あの、操舵舵の、に模して作ってあるというもので、すべてこれ、あの、本当にちょっと、ペンキの色を塗り直したりはしたことがあるらしいですけど、もう建造当時のまんまで残っとるということですね。実際これ地球記念高いんで、あのね、説明していただいてるね、あの自衛官の方の声も、ガイドの方もね、すごく声がねファーッと響くんですよね。うん、これはねもう独特です。すごかったです。で、どうして響くのかというと、これ下もですね、床もですね、全部石なんですよね。ですからあの音が全部反響するいう作りになってるんで、実際にあのここの中ではあのマイクとかは一切使わずに、もう全て肉声でやるそうです。ね。まあ、この辺りもすごいですね、ということで。で、外出たところにね、あの実際の表彰式の様子、これは、幹部候補生学校の卒業式の様子が、こういうふうに写真で貼ってあって、こういうふうにして実際に、式典が行われておりますよ、という写真のがありましたと。で、まあ一通りこれで中を見終わったんですけど、と、ちなみにこれ、あの扉ですね。扉のところが、こんな感じでですね。まあもう、あの、すごく、壮大な作りなんですけど、あの、作り自体が古い作りのまんまなんで、結構扉自体重たいらしいです。実際を、相当力を入れて、よいしょってやってましたし、鍵もね、すごい重厚なね、あの、カチャンじゃないです。あの、若干ガシャンってやるようなね、あの、コンテナに使われるようなやつでした。で、これ、ね、あの、砂地のところもですね、これよく見てみるとですね、ちゃんとあの、模様が書いてあるんですよ。これね、あの、本当にね、ちゃんと波の模様を意識して、あの、海軍の、あの、その学生さんが、あの、兵学校の学生さんが、実際にこう、毎日、まあ、毎朝ですね、土日は除き、毎朝作っておるそうです。で、これはいわゆる朝礼台みたいなところなんですけど、これも、一応正式な読み名はこう、甲板とかという呼び方になってるらしいです。あの、あくまでも船の上というイメージで作ってあるということで。なんですけど、気になるのはこの奥の赤いレンガの建物ですよね。そうですね。これがですね、いわゆる、旧海軍兵学校の校舎、明治時代から残っている、そのまんま残っているというですね、校舎で、すごい、草原な作りです。で、観光地の内面なんかにもね、登場したことが、あるというね、ので、なんか見覚えものある方もね、そのあたりでいるかもしれません。観光地ゆかりなんですね。で、これは今は、海軍の士官学校の、校舎として、今も現役で、使われていると。まさに明治時代から今に至るまで、ここで、旧海軍、ね、海軍兵学校及び、今の、陸上、海上自衛隊のね、士官候補生の皆さんがここで学ばれるという、こう、学び合いになっておる。すごいですね。で、これは、クッキーの掲揚台ですね。で、まあ、毎朝これ、ビアプチちゃんとあげるんですと。まあね、さすがですね。すごいですね、うん。なんですけど、まあ、この奥ですね。この奥にですね、実はこれでピョンと撮ってます。何を撮っとるんやってると、あの赤にね、赤白のね、ポールが見えると思います。ここが実は正門ということになります。なぜここが正門なのかというと、あの、ね、戦前は、天皇陛下がこうお越しになれるときは船で来られたと。天皇陛下がここから船着きをされるんで、天皇陛下が通られるところ、それすらまち正門ということなんですね。そしてその正門を守るかのように建てられているこの方は、実は戦艦陸に使われていた方というか、戦艦陸の方です。主砲ですね。41センチ砲だったかな、実際のに使われていた、主砲が、置かれているということですね。で、これはですね、これは第一塾科学校の方ですね、校舎となってます。こちらは比較的新しい作り、後から作った校舎になってますね。新しい作りです。そして、あの、全体的にですね、この、作りは古いところが多いんですが、中でもこれですね。なんか映画とかでも、あの、坂の上の子もなんかでもね、使われておいた、有名なこの、廊下のところですね。実際これはす、あの、実際に行ってみると、すごい、あの、高いですしね、あの、もう作りも、あの、すごい、あの、独特な、草原なやつです。で、これもね、その、
もうこの中もう全部これ明治時代に作られた当時のまんま、まあ消火器とかは置いてありますけどね、あの消火設備とかはできてますけど、もう基本的な作りは全部そのまんまになっているということなんで、実際に映画とかにも、使われることが多い。でこれはあの実際にこの赤レンガ触っていいですよ、触らせてもらいました。でレンガがね、あの積み方がね、あの横長に積んであると縦に積んであるのがね、こう交互に積んである、これが当時の、最新の、積み方やったということですね。イギリスから持って来た技術らしいですよ。で実際に赤レンガの作り方とかもいろいろイギリスから輸入して、そういった技術も、イギリスからの導入があったと。で、これはですね、その先にあります、これが、教育参考官という方に向かっていくんですけど、その前にですね、白刀置いてある、これがですね、大和の、手法の砲弾ですね、に、特殊潜航艇、いわゆる、があります。じゃあこれは後でまた紹介します。で、これが、教育参考官の外の映像なんですが、残念ながら、この中は一切撮影が禁止になっております。そしてその中にあったのものは、あの、すごいのがいっぱいありましてね、あの、これは、あの、どうしてもね、出せないものですんで、それは仕方ないですが、簡単に、ね、中の概要を説明して、行きますと、まあ、中に入ったらですね、階段があって、階段を上に登るとですね、まず、東郷元帥ですね、東郷平八郎元帥の、遺髪が飾ってある遺髪室ですね、があります。飾ってあるというか、あの遺髪ですよって置いてあるわけじゃないですよ。あのちゃんと厳重に格納されておるんですけど、の遺髪が、置かれているアンティストですね、がありまして、そこでまあいろんな、ね、東郷元帥のあのね、略歴とかですね、どういった、ことをされた方なのかとかね、まあもうね、さすがにここからね、もういろんな方がご存知の、周知の事実だとは思いますが、あとはですね、各あのネルソン教とかですね、あの三大元帥と呼ばれたね、すいませんもう一人の名前が出てこないのが、ね、申し訳ないですけど、飾ってありました。で、いうことですね。そこから先に行くと、あのまさにもう明治の黎明ですね、江戸の末期のとこから、あのいわゆる海軍の現代化というのは、黒船が襲来してね、海軍の現代化っていうのが行われたのが、どういうふうにして行われたかとかっていうのがね、ずらずらと、こう出ておると。いうことです。それはすごかったですよ。うん。ね、で、資料もあのすごく、貴重な資料もいっぱいあります。そりゃこれ出せんかねっていう、いうのがいっぱいありました。まあ、で、戦後ですね、終戦、大東亜戦争の終戦までの、ところの資料が、まあ、ずらっと揃っとるわけなんですけど、それこそ古いもので言うと坂本龍馬のね、あのが実際に使っておった、道具ですね、あの勝海舟と、あのやっておったという、道着、実際に打ち合っとった道着が置いてあったりとか、ね、分かりやすいところで言うと他にもいろんなですね、歴代の、元帥の、使用されていた、それこそあの東郷元帥の、使用されていたお茶碗とかも置いてあったり、まあこれはあの大和ミュージアムにもありましたけどね、うん、後からまたね説明しますけど、そのあたりは、別の動画でね、で、あとはね、他にもいろいろあったんですけど、なんでしょうね、一番こう心を打たれたというか、ね、一緒に残っているのが、この中にですね、いわゆると、特攻隊ですね、で、に、参加されたご英霊の皆様の、いわゆる遺筆ですね、なども、飾ってあります、1枚2枚ではありません、全都道府県、全ての、全員ではないんですけど、少なくともその地域全都道府県の、代表で出られた方、出兵された方のものが飾ってあったり、実際に書かれたものですね。あとは、これはすみません、あの私はここに来るまであの知らなくて、あのこれはあのもう勉強不足も、ほどほどにしようと言われそうなんですけど、いわゆる第一特殊潜航艇ですね、我々はよくあの看護で言えば公標的なんて言ってね、使っておるやつですけど、
これが、実際に飾り取った、写真でですね、後々、また出てきますけど、いや、これはですね、この、説明していただいた、海上自衛隊の、方も、はっきりと申されておったのは、最初の特攻作戦というのは間違いなくこの、真珠湾の攻撃であると。あ、そうなんかと。すみません、私は本当にそういうの知らなくてね。うん、そうですね。真珠湾攻撃の時が、特別攻撃隊ですね。名称が特別攻撃隊という名称で、戦地ですね、真珠湾に、送られて、この際は1名を残してですね、全員が、1隻だけ、拿捕されて、全て無期間となったということですね。で、この作戦の際は1名生存者がいる、アメリカに米軍にですね、拿捕されたで、捕虜となったんですが、その後生還しているという方が1名いますが、他の方は全て、殉職されている。で、その後も、シロリー港の攻撃等で、第一特別攻撃隊、第二特別攻撃隊とですね、が実施されていますけど、全て、指摘された方は、機関車はおらず、殉職されておるということなんですね。ですので、これ、もともとその作戦の段階からですね、どうやってその撃ちに行って、魚雷を発射した後にどうやって、生還させるのかというものが、基本的には、ない、作戦だったので、その時点で、名称もね、特別攻撃隊、その後の、まさに、大岡神風等に、使われ、神風特攻隊等にも使われていく、言葉になるんですけど、ですので、最初の特攻というのは間違いなくこれだという話を、していただいてます。そうだったんだぞ、これはすごく衝撃でしたしね、すみません、私が勉強不足で知らないだけ、結構見えっぱな方は、いやー、お前、そんなことも知らんとね、今までおったんかってね、言われるかもしれませんけど、すみません、私はね、本当に、そのあたり、本当に勉強不足っていうのもあって、この時初めて知ってですね。で、他にも、見ていくことになります。で、他にですね、このあたりの展示で、感銘を受けたのが、その、各地域の、その後ですね、その後特別攻撃隊として、神風、特別攻撃隊とかですね、あと、大岡とかですね、殉職された、方の、ですね、ご英霊の皆様が書かれたいい碑とか、各地域ごとにあるんですね。で、私も、自分ね、四日市出身じゃないですか、四日市のね、やつとしてやってますんで、どうなのかなと思って見ておったらですね、四日市の方、もあるんですけどね、いや、すごくインパクトのある、いい碑と遺言でしたね。遺言なし以上、遺言なしってだけ書いてですね、あるっていうね。こんな潔いこと、実際に明日死ぬってなって言えるかって言ったら、俺よ、そんなこと言わんと思いましたよね。いやいや、明日ね、死んでこいと言われて、それで、明日死ぬって分かっとるから遺言を書く。その時に遺言なしって、こんなね、誠潔く、まさに武士道ですけどね。というのをね、少しすごく考えさせられましたし、いやね、私が そういう、心中に達することができるのか、それはなんか一生達せないような気もしますけどね。いや、本当にいろいろと考えさせることが多かったところです。他にもすごい、いろんなところがあります。正直本当にトリエナーレのね、あんな、愛知トリエナーレのね、展示、私は見に行ってませんけどね、どういう展示があったのかとかっていうのを言ったらね、
あれ見た後ですよね、本当に、ね、トリエンナーレのそういった、ね、どういうふうに展示しちゃったのかっていうのをね、見た後に、ね、見に行ったら、まあ本当に、あれを、あの江田島の展示を見て、なお、うん、そういうのをね、よしとするんであれば、うん、そういう考え方もあるのかなと思いますけど、私は、ね、人としてそういうことができるのかなって思いますけどね。今度でも、広島でもやるんですよね。いや、広島だったらちょうど広島市、どこでやるんでしたっけ、福山でしたっけね、ちょっとすいません。詳細の場所を忘れました。広島でもトリエンナーレをやると。で、同じような展示をやるというんであれば、ぜひ、広島に行かれるんであれば、それで広島に行かれるんであればね、ぜひそのまま広島、同じ広島ですから、今回近いですよ。江田島にも寄っていただいて、ぜひ、その提示見ていただきたいなと思います。それを見比べてどう思うのかなっていうのは、まあ、それはね人それぞれですから、私は個人的な感想としてありえないな、トリエンナーレの方ね、ありえないんじゃないかなという感想をいただきました。だからもうそういう話はこれぐらいにしておきましょう。ということでですね、中野展示はその後も見てたんです。正直言って後半、時間足りませんでした。最初に言われたんですけどね、前半にあんまりじっくり見ていられると、全然、追いつかないですよ。後半全然見れなくなっちゃいますよ。単焦灯とかも置いてあったりしてね、あと大和ミュージアムでもね、展示でありましたけど、すべての館、補給艦とかね、輸送艦とかも含めた、すべての沈没位置をと沈没日、ね、を全部こう記した、日本地図じゃないですね、もういわゆる海図ですね、太平洋の海図が飾ってある。あれ、もともとその、どうも江田島の方が最初なのかな。で、大和ミュージアムでもそれが飾ってあるということなんですけど、そんなとかもね、あまりそう詳しく見えなかったので、それ自体は大和ミュージアムの方でちょっとじっくり見させてもらいましたけど、うん、っていうのもあったりとか、まあ、何せ、本当は100分は一見しかずです、これに関しては。ぜひ、ね、お時間と、ね、ある方は、ね、ぜひ見ていただきたいなと。思います。で、中のね、ところはすいません。ずっとね、一緒の画像で喋ってばかしになってましたけど。ということで、外に戻ってくると、こうやってですね、置いてあるわけですよ。まあ、これも十分ね、すごい見応えあるんですよ。本物の主砲の砲弾ですからね、これ。しかも戦艦ヤマトの46センチ砲ですよ。これ、ね、すごい、半端ない大きさですよ。うん、ね、だって奥にいるね、人の大きさとね、こう比較してもらったらね、どれだけ大きいかこうね、ご想像いただけますか。46センチっていうのは高さが46センチじゃないですからね。これ幅直径が46センチの砲ってことですからね。当然砲身とかそのね高さというの長さは、とんでもないことになると。いうことです。で、他にもですね、これは、その公表的で、実はこの公表的も、先に申し上げました通り、いわゆる特攻作戦ですね、という形で、使われておったので、もう、ほとんど現存していない、すべても加えて、ね、海に、沈んでしまっておったりとか、うん、なっておる。そんな中で、まあね、座礁して、これは、ね、幸いというか、座礁しておったもので、こう、回収することができて、うん、浅瀬にあったのか、座礁したのかで、ですね。で、日本ではおそらくこの一隻しかないでしょうって言われてます。らしいです。公表的ですね。特殊潜航艇ですね。の、展示もありました。ただね、ね、先ほど申し上げました通り、作られた経緯とかっていうのをね、改めて考えてみると、ちょっと、ね、前ね、要は、観光でもね、比較的、使用、なんて言うのかな、ニュースが難しい武器ではないんですよね、観光の中では。なんですけどね、改めてそういうことを考えるとですね、うん。
なんかね、最近でですので、なんか好評、ね、あのゲームで好評的を使うときに、旅にね、なんかね、うん、なんかね、考えさせられるようになってしまってね、うん、っていうのをあったりするんですけど、まあ、ね、それはそれということで、ね、置いときましょうか。ということで、これを見て、計画のルートとしてはこれで以上になります。この後、まあ、また、先ほどの最初のね、あの待ち合わせ場所をですね、待機しとった場所のところに移って、で、まあ、最後に軽く挨拶があって、で、解散となりますと。で、解散した後ですね、まあ、すぐに帰られる方もやはり多いんですけど、まあ、私ね、別に時間が急いで帰らないといけないってわけでもなかったんで、まあ、せっかくですからね、実はレストランがあるんですね、この中に。レストランがあるんで、せっかくだったらね、レストランでね、ちょっと、お食事をということです。このレストラン、すごいです。ちなみにちょっと団体さんとかもいたんでね、結構、奥の方とかすごい混雑してましたけど、うん。ね、まあね、和やかな感じでこうね、食べれるじゃないですか。そして当選出てくるのは、田島海軍カレーということでね。やはりカレーですね。こういうところに来たらカレーですけど。ね、まあね、それはカレーの食べれるね、施設をいっぱいあるじゃないですか。でもね、実際に軍事施設じゃないね、自衛隊の施設の中ですよね。自衛隊の施設の中にあるところで食べれるってなかなかないですし、なんならこの食堂、実際に自衛官の方も食べられてました。なかなかないんじゃないですか、そういうところは。ね、舞鶴とかでもね、食べれるところはありますけど、食べてる食堂にね、時間が、まあ、あるかもしれませんけどね、舞鶴も十分、可能性としてはあるかもしれませんけど、うん。どちらかというとね、ね、ちょっと赤レンガとかも観光地化されてます感じですけど、ね、クレなんかもね、いわゆるショップがあって、ね、別であって、そういうところで食べれるっていうのはありますけど、これはもう本当に敷地内ですからね。敷地内の、食堂ですから。うん、で、実際に、実は、さっきの写真には写ってませんでしたけどね、自衛隊の方も、実際に、見えられて食べられてました。ちなみに、カレーではなかったです。カレー食べてますからね。金曜日にカレー食べてるでしょうね、やはり。うん、ね、ということで、出張で来れたのかな、こちらの名産のアナゴ、どうも食べとったみたいですけど、うん。まあね、いや、こっちにしたらこっちのもの食べたいなっていうのはあるんでしょうね。っていうのはありますけど、実際に、そんなような食堂ですよ。まあ、なかなかないでしょう。てか、ちなみにこれね、650円やったかな、600円か650円でしたね。ね。リーズナブルって言っていいんですかね。ね、よかったですよ。うん。ね、お野菜もしっかり入っとってね。非常に美味しいカレーでした。で、カレーを、召し上がった後は、これですね、売店で買い物ということなんですけど、まあ、売店もさすがですね、もう、海上自衛隊食一食の、売店ですね。で、まあ、ここでですね、どうにを買おうかなと思ってね、いろいろと見ておったわけですけど、まあ、帽子がありましたよ、ということでね、私もこれで、帽子を、買ってきました。帽子の写真は、ありますね。で、こんな感じでね、帽子を買ってきましたよ、と。帽子の写真が。ってことで、マリティムセルフディフェンスフォースってことですね。MOCS、これが、マリティミオフィサーキャンディデートスクールで、MOCS、これは、いわゆる、海上自衛隊の、士官候補生学校ですね。幹部候補生学校の、英語での、正式な表記ということですね。ということで、その、帽子を買ってきました。これですね、私も、やはりね、低督業を目指す者としてはですね、やはりこの、士官候補生のね、ところにですね、実際に、そこの卒業をしてるわけでは当然ないわけですが、ね。実際にこれ入学するのもすごい、幹部候補生学校すごく大変です。それこそ防衛大学校出て、そこから入るとかですね、そういうようなところらしいです。ちなみに昔の旧海軍の時代にはね、教官
教官のその教えるね、あの文官とかっていう読み方をしとったみたいですけど、になれる方は東大で上位3名、上位3位に入るか、京都 東京大学ですよ、東京大学ので上位3位の成績に入るか、京都大学で上位2位の成績に入らないと、その資格、あの教える資格が与えられないというとんでもない厳しい要件があったという、すごい格好です。すごいですね。東大入るだけでもすんごいのに、ね、戦前の話だよ。戦前の東大ですからね。まあ、今でもすごいですけど、東大、京大って言ったらね。その中で3人ですよ。トップ3で入る。どんだけね、勉強できるんやっていう、ところですけど、いろいろなような方が、初めて、その教員になる資格を得られるというような、すごいところだったということですね。で、ちなみにこんな感じで帽子は他にも出てます。なんか売れ筋はなんかね見てると、この幹部候補生学校、幹部候補生学校よりは、第一塾科、術科学校のなんか帽子の方のが、なんかどうも人気みたいでしたね。多分江田島ってあの表記がね、入ってますんで、わかりやすいからっていうのもあるのかな。江田島土産としては、どうもそちらの方が人気みたいですけど。で、ちなみにですね、売店法なんか他にもいろいろと売ってるんですけど、これ気になったからね、特価でですね、なんとこれ海上自衛隊の制服が2000円で売ってるんですよね。2000円ですよ。安くないですか。普通のね、服でもこの値段じゃないですか。ましてや、ね、言い方あれですけど、そのコスプレとかするのにですね、軍服コスチュームとかっていうので買おうと思ったらめちゃくちゃすごい値段するじゃない。満単位は平気で飛んでくるじゃないですか。それがなんと2000円で売ってると。これお得やん。100円で買ってこうかなと思ったらですね、よく見てみると、なお、一般の方には販売できません。本当のガチンコの制服すぎて、本当の自衛官の方しか売ってないっていう、逆に言うと自衛官の方が買いに来るところなんですよね。とんでもない売店でした。ということで、他にもいろいろとね、土産を買ってきて、ね、敷地を後にするということでございます。この後もですね、ちょっと、時間、せっかくね、時間もあるんで、ということで、江田島の町を徘徊しますが、それは、また別の動画で紹介させていただきたいと思います。ということでね、まあ、行ってきたところの写真がちらっと写ってますけど、なんだ、ね、まあ、やっぱ、古高に言ったみたいなね、ところとかもね、行ってきたということでですね、この動画締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。